かなかボールが来ないで、まあ、後半はねよく触ってましたけどね、西矢シュート打っていった、2点目、西矢今季初ゴール、4対2になりました。アディショナルタイム後半3分、93分というところ、西矢の豪快なボレーシュートでした。まあ、これはセカンドボールからうまくね、はい、おー左足、まあ、よく抑えの効いた、